はい、前川です。いつも動画をご覧いただきありがとうございます。今日はですね、僕のクライアントさんからちょっとまたお話を聞いていきたいなと思います。かなり自己紹介お願いします。はい、本田林で鍼灸整体にやってる本田と申します。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。実はですね、去年にも一度動画出ていただいてるんですけども、はい、本田先生はそれからどんどん成果を上げてこられたので、また、2016年の最後のコンサルということなんで、ちょっと記念に動画を送っていきたいなと思います。はい、まず今年最初ですよね。今年最初で売り上げどれぐらいでしたか？そうですね、去年結構上がってたんですけど、やっぱ冬場っていうのもあって、180万ぐらい。全然悪くはないですよね、それでもね。あ、はい。悪くはないと思うんですけども、まあそんな状況であって、まあこの1年でですね、はい、どう変わっていったかっていうのをちょっとお伝えしていきたいなと思うんですけど、はい、まず結論から言ってどうですか？どれぐらいになりましたか？今、300万超えました。おお、はい、いいですね。はい。なんかあんま嬉しそうじゃないですけど。じゃあ、この180万から300万まで、まあ、この1年間ね、はい、こう変わったわけですけども、はいはい、順風満帆っていうんですか？はい。こういったのか、はい、実際途中でこう停滞したりとか落ちたりとか何か壁があったのかっていう話を聞いていきたいと思うんですけど、はい、まあどうですか、やっぱりいろいろ問題はありましたか？はい、問題ありました。はい、どんなところにまず問題を感じました？こう180万からこう250万とかってすんなりいけました？はい、230万ぐらいまでは割とすんなりいったんですけど、まあ春先にかけて基本的に数字が上がる時期、そこからちょっと停滞して、250万ぐらいで停滞してたんですけど、まあ、停滞した時ってやっぱり何らかの対策を打たないといけないかなと思うんですけど、はい、本田先生の中で具体的にこう、まあ、言える範囲ですよ、こんなことやったのよって何かあれば、はい、教えてもらえたらと思うんですけど。そうですね、やっぱりこう集客の部分が波があったんで、ホームページでもいい時もあったら悪い時もあったっていうのが3、4ヶ月続いたんで、その原因をちょっと探ってみたっていうのが一つですね。で、それともう一個が、やっぱり新規さんばっかり追いかけてたのをリピートさんに目を向けた。じゃあそうやってまあ原因を見つけてやっていったとは思うんですけども、はい、それに対する対策っていうのは本田先生はどんなことをしてこられたんですか？まず新規がこう上がったり下がったりした時は、その原因を追求して、で、まあ、上がった要因が何やったのかなっていうのと、ブログをコツコツやっていくっていうことと、一番大きく変わったのがそのブログのタイトルとかの来られた人の悩みを中心にして書いていったっていうのが結構大きかったかな。実際それをして、はい、ホームページの集客的にはどれぐらいまで変わりました？一時ちょっと1桁ぐらいやったのが、まあ多い時だと26とか多いですね。時もありましたし、まあ安定的に15人ぐらいは以上は来るようになったっていう。でかいですね。でもね、ホームページそれができたら、なるほど。で、まあ実際新規はそれで集めといて、はい、でも集めるのはできるようになってきたけどリピートが結構だるだったような感じがあるじゃないですか。そこでちょっと停滞したんです、その部分は具体的にどんな施策を打っていかれたんですか？多分なんでそのリピートしないのかっていうの原因を追求して、何回も言ってますよ今。原因を追求していったら、まあ、やっぱりその悩みにちゃんとフォーカスできてなかったかなっていうのと。で、問診はやっぱりちゃんと変えました。どこを変えたんですか？入れ方をですか？どこ、こう揺る範囲。揺る範囲ですね。まあ、そうですね。まあ、今までも漠然とした説明してたのを、まあ、いろいろボード使ったりとか、まあ、来た人が、こう、プロ目線でいかないように、わかりやすいように、続きやすいようにっていう。なるほど。で、それをすることによって何が、変わりましたか？初回から5回目までのリピート率が格段に変わりました。はい。だいたいまあどれぐらい何パーぐらい変わったとかありますか？はい、そうですね。だいたい5回目までのリピートがだいたい40とか 30% ぐらいやったのが、まあ6割7割ぐらいまで。おお、すごいですね。はい。だいぶ利益出ますね。いや、それほどでも。いやー、いつ値上げしようかなと思いながら聞いてますよね。なるほど。はい。で、まあ、ほんならそんな感じで今年ね、まあ、まだ12月もきっと記録更新330万ぐらいまでいくかなと思うんですけども、はい。来年の目標として、本田選手はどんなことを展望として、こんなことやっていこうかなみたいなのってあるんですか？はい。どんなことをしていきます？ちょっとまあ簡単に宣伝、せっかくなので宣伝してもらったら。あ、そうですね、今まで、まあ、こう何年か培ってきたものであったりとか、うん、で、まあ、提供して喜ばれたものっていうのを形にして、うん、まあ、同業、特にまあ僕は針中心にやってるので、それをまあ伝えていくことをしていけたらなって、なるほど。なのでまあ鍼灸師さんでね、鍼灸院であったり、まあ、鍼灸整骨院で鍼灸メインでやってる先生の方とかは、ぜひ本田先生の治療技術ですね、教われたらいいんじゃないかなと思います。僕自身は鍼灸持ってるけど全く受けないんで、僕も習いに行けたらなと思います。はい、そんな感じですね。今日はちょっと、なかなか鍼灸師の方で結果出してる方っていうのが、まあ、残念ながら鍼灸師の方をね、ちょっと悪く言うわけじゃないですけど、なかなか聞かないので、やっぱりこういう本田先生、鍼灸師の先生で稼いでる先生の話っていうね、とても貴重だと思ったので、今日は動画を撮らせていただきました。またね、何か質問ある方はこちらによろしくお願いします。そんな感じで、また動画でお会いしましょう。さよなら。